こんばんは。よし、ちょっとお昼の配信でカメラを買おうかみたいなのをずっと話してて、カメラ買いたいなみたいな。お姉ちゃんがカメラ貸してくれました。優しいお姉さまが。もうね、でもめっちゃ古いこのカメラ。これ SP カードとかを買ったらいいのかな。あ、電池ないわ。そう、ちょっと一旦お姉ちゃんのカメラでなんか触ってみて、カメラ欲しくなるのかどうか自分でちょっと考えてみたいと思います。とか私には無理なのかとか、一旦カメラというものに触れ合ってみてお試し。ちょっと充電器もあるから。ね、充電の仕方全然わかんないんだけど、何これ。え、本当にこれどうやって充電すんだ。これバッテリーを取り出す。カメラにバッテリーが入ってて、バッテリーを取り出す。え、バッテリーの取り方ってどうやってやるんだろう。あ、これか、これかな。あぶね、これじゃない。これを、どうやって取り出すんだ。え、やばい、取り出し方わかんない。その爪を押せば、その爪？爪外してみ。あー、すごい。もうみんなさすが。もう絶対壊したくない。これ外して捨てた。これをこの絵通りにやればいいのか。こうか。おー、できちゃう。すごい、すごい。みんな、すごい、ありがたい、できた。みんな天才。これで、あ、なんかバッテリーの横に SB カードみたいなの入ってたから、 SB カード買えばいいんだ。ありがた。ちょっとこれでお試ししてみます。
今日インスタグラムに載せたんですけれど、そう行ってきました、カフェベルフラワー。カフェベルフラワーにお仕事前に行ってきまして、アフタヌーンティー食べてきました。あ、あ、いや、いやいやいや、びっくりしたびっくりした、持ってった洋服忘れたと思ったけどあった目の前に。見て、撮影用に近々撮影するんですけど、お姉ちゃんがベルフラワーのお花も貸してくれた。かわゆい。近々撮影してきます。え、これさ、ママとは結構してねとかだったらどうしよう。全部もらってきちゃったんだけど。ママとは結構っていうあれだったらちょっと本当に申し訳ないけど、私全部もらってきちゃった。やったーとか言って、まあ、ママも帰ってくるからね、実家には。すごい、うどん、稲庭うどん。ママにすごい岐阜うどんだって言ったら怒られました、真剣に。はぁって、稲庭うどん1,2,3,6 人前、細麺だって。嬉しい、私のお父さんめっちゃ細麺好きなの。なんかうどんもラーメンも細麺めっちゃ好きで嬉しい。あ、さぬきうどんか、間違えちゃった。あれ、さぬきって言ってたかな、ママ。これは、これはさぬき、これは、これやばい、めっちゃ美味しそう。半生。あ、稲庭うどんはあれか、あの細いやつか。さぬきうどん。あ、待って、え、醤油も入ってる、これ。あ、つゆも入ってる、すごっ。やばい、半生のうどん美味しそうすぎる。こごめんなさい、コシがあるのがいいかと思いそれにしましたって。コシがあるうどんが好き、私。嬉しい。これがなんと一袋2人前なんですけど、1,2,3,4,4袋、8人前、8人前と細麺のやつ6人前だから10,4人前。合ってるよね。やばい、嬉しい。14日間も2週間もうどん食べれる私。1日1食にしたら2週間持ちます。嬉しい、ありがとうございます。あと見て、え、違うよ、8人前足す、あの乾いたやつは6人前、3人前が2つだから6人前、8足す6、8足す6は14でしょ。
といぶりがっこ、嬉しい。最近なんか体調元気になってから改めてポテトチップスの美味しさに痛感して、ポテトチップスってこんな美味しかったっけって思って、この間一人でピザポテト食べて、でまた次の日サワークリームオニオンのポテトチップス食べて、でまた今日もサワークリームオニオンのポテトチップス食べました。3日連続ポテトチップス食べてる。幸せ。見てー。そしてハチミツ。やー。ねえ、本当に嬉しい。すごい。この。いや、蜂蜜固まった。あれ、蜂蜜が垂れてこない。チンしたら垂れてくるかな。ありがとう。蜂蜜カフェイベントでいただいてから食べ過ぎたのもそうだけど、あの喉壊したじゃないですか。その時にめっちゃ飲み物に蜂蜜入れたりとか、喉にこうやって蜂蜜垂らしたりしてたから、なんかもしさ YouTube を始めたとしたら、あのお昼にねカメラ欲しいなみたいな言ってて、でなんでカメラ欲しいかというと、なんかちょっと YouTube 細々とだけど、そんななんかドッキリとかそういう YouTuber さん的な YouTube ではなく、 Vlog とか一日密着とか、そういう TikTok で上げてたやつのちゃんとしたバージョンを撮りたいなと思って、 YouTube ちょっと始めたい気持ちがあるっていう話をファンのみんなにお昼の配信でしたんだけど、そういうのでこうやってファンのみんながプレゼントくれたのとかも紹介したいなっていう、カフェイベントの時終わっていつもショールームで見てるけど、結構見逃しちゃったってファンの方とかもいっぱいいるからさ、帰り道移動中で配信見れなかったっていう方もいると思うし、だから YouTube とかで残せたらめっちゃいいなっていう。で Vlog は私の思い出としてもめっちゃ残したいなっていう感じ。っていうので気になるなって思って、ちょっとただまだ本格的にできるって決めたりとかする前にカメラ買ったりとかパソコン買ったりはちょっとレベルが高いから、まずはお試しでなんかやってみたいなっていう。ミーヨンさんとのコラボとかも見たいです。え、そうなの。それをミーヨンとも話してて、もし私が YouTube 始めたらミーヨンとコラボできるねみたいな、でミーヨンがやりたいやりたいって言ってくれてて、そう、大食いとかやりたい。ミスタードーナツ食べ放題こういうのやりたい。いや、私がやりたい企画全部お金かかるんだよね。ダメ元でパパにパソコン聞いてみた？聞いてみた。
なんか使ってないパソコンないって聞いたら、もう古くて使えないパソコンしかないよって言われて、古くて使えないパソコンなんで逆にあるん？古くて使えないパソコン捨てないの？使えないのに。なんで古くて使えないパソコンは逆にあるん？古くて使えないパソコンしかないらしい。え、みんなあるやん。うちにもあるよって。うちにもある。僕もデータ消すのめんどくさくてかな、置いてあるパソコンあるって。え、パソコン捨てるのもお金かかるんだ。私そういうなんか大きいものを捨てたことがまだなくて。そうなんだ、捨てるの有料なんだ。今パソコンで配信見てますって。でもマネージャーさんとかもみんな会議パソコンでやってるもんな。ちょっと